しております。さあそれではみやこちゃんにここは読んでいただきましょう。 お願いします、はい、読みます。現在メープルストーリー公式ツイッタートップに固定されている番組お知らせツイートをみんなでリツイートしましょう、はい、リツイート層のつにより顔がもう全然見えてないのみんな見たい顔がねせっかくねこんな綺麗なんだからすいません、ね、はい、リツイート数によりドロップ増加イベントを実施します。はい、9年前からね、ちょっとあのこの生放送のお付き合いありますけど、メイプル自体って変わったことあります、はい、なんか携帯のアプリのメイプルのことをツイッターに書く仕事をしたんですよ、はい、インフルエンサーね、ツイッターの仕事ね、それで投稿いくらみたいな仕事が来たのね、それで、はいはい、で、うん、ガッてやったんですけど、うん、携帯なくしちゃってそのまま、うん、あ、なるほど、投稿はしたんだね、はい、やりました。そこは仕事としては OK、 はい、ありがとうございますということで、新職カインの口癖を教えてくださいは、じゃあみやこちゃんに、はい、それではみやこちゃんからいきましょうか、はいはい、新職カイの口癖を教えてください。なんやその目、こっちは客やぞかわいいわ、なるほどなんやその目、こっちは客やぞ、はい、それがいいなパチンコ屋でなんかちょっと揉めてる僕の後輩の絵が浮かびました、ね、後輩が言うんすね、そうですね、はい、ってことだよね、はい、そういうことになります、ね、そうだよね。さあ、みやこちゃんのチャペルに、チャペルだ、はい、入ってきました。わあ、みんなお祝いしてくれてるかも。すごい。こんな、あ、じゃあ宮古さんと近づいて、宮古さんじゃあ左来てよ。列席者がねいるっていうのはなかなか珍しいです。この端。そして加藤さん側を見ています。じゃあここに来て、はい、スマートウェディングチケット使うんですよね。そうです。さあ、サンデッツの皆さんがいる。結婚する？はい、早いな。早いな。早いよ新生。行きますよ。はい。プロポーズの言葉ないですか。あ、じゃあ宮古さん、まずはゲームですけど、はい、これから僕が幸せにしますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ結婚しました。はい、すげえ BGM 流れる、すごいいやー、ほんと嬉しいですね。どうですか宮古ちゃん、はい、ゲーム内で結婚して、いや、めちゃくちゃ人いっぱいいる、はい、私適齢期なんで嬉しいです適齢期僕も適齢期です確かにね、お二人とも適齢期ですけど、はい